そして次のモンスターを呼び込みたいと思います。次のモンスターはこいつだ、ミーメイ。いやーすごいですね、これは豪華な戦いとなっております。さあミーメイ君、本日モンスターとして、前回はですね飛び入り参加でモンスターを討伐しに来ていたんですけど、今回モンスターとしての出演ですけど、意気込みをお聞かせください。あ、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。さあそれでは行きましょう。挑戦者イーダー、ぜひ泣きながら帰ってほしいですね。はい、ボコボコにして。ミメミメの悲鳴聞かせてやるよ。おお100回聞いたそれ、いろんな人から100回聞いた。さあそれではこちらの試合はですね、8小節の3ターン勝負となっております。それではビートを聞かせてください、 DJ ケンゴ。おお、ドップドップ。ナイスビート。それでは先攻後攻を決めるじゃんけんをお願いいたします。最初はグー。お、選択選びます。おーい、言うしかないもんな。もう戦いは始まっているようです。それでは行きましょう。先攻飯田、後攻未明、8小節3ターン勝負、ラリーファイ。いや未明くん、まあ最初だから俺をウォーミングアップに使ってもらって構わないよ。裏でいろいろ喋ったね。でもさ、大阪のこいつ喋ってくれたけど、オーディションで全然喋ってくれなかったよね。なんか全然草も生えなかった。でもミエ君、モンスターの中で一番好きなとこある。お前草一番やってなさそう。だってな、この番組やったから分かるけど、ミエ草吸ってそうでみんな怖いだもん。何言ってるか分かったやついる。まずマイクの使い方から下手すぎと思いません？ここはサバイバル、ほんで俺は様になる。マイクの持ち方とかちなみに分かります？おっちゃん、ほんで俺がなんで2年後つかまんねん。俺絶対何も悪いことしてへんやろ。お前今日負け犬な、セントバーナード。顔面凶器の罪で現行犯逮捕。音になったらなんかめちゃくちゃ喋れるじゃん。マイクの使い方俺分かってるつもり。え、聞こえなかったみんな。じゃあこれから喋るね。ミネ君2年後きっと捕まる理由、みんなさ、大麻とかで派手に捕まるじゃん。こいつ絶対性犯罪とかで捕まるタイプ。自分の理想と現実の差がありすぎて、理想の女にカバーかけんだよバカ野郎。なんでやねん、全部偏見で。お前物申してくんなよ。あと頭悪そうで隅っこでって、俺全国模試国語2位じゃ芝生のボケ。もう無理やん、もう無理やん、何も語れへんやん、もう無理やん。だってなんか顔のこととか言ってたけど、握ってみろよ片手にマイク。顔のことどうこう、黙れブサイク。黙れブサイクとかさ、もう何回も言われてっから全然傷つかないよ。だけど前半のやつ結構傷ついた。なかなかやるじゃん。俺を傷つけるのはツイッターのやつらじゃないけど、なんかツイッターで論争してるけど、俺はレペゼンが一番ヒップホップだと思ってるからついてきてる。みんなが言うエニメニュー、俺からツーとエミネムが俺の DJ 社長だから。おう、まあまあようわからんけども、ツイッターのディスとかはあんま気にせん方がいいで。エミネムみたいに俺はラップゴッドでスピード違反。今日はミメイク参りましたってツイートしな。いや、青いトリプルバードみたいに、もう負けたみたいな顔したら負けるから、最後までギリギリ俺勝ってるみたいな顔して勝っといた方がまだギリギリ勝率あんで。無理やけど。シュラー、よかったよ、いいだい。いやまずずっとこっちから見てたんですけど、飯田一回もミメイ君と目合ってないっす。確かにでも、ま、一回目は何も聞こえんかった。ちょいちょい僕できてますかっていう確認の顔こっちに向けてくる。はい、ということでまずはお客さんの方の声を聞きましょう。先行飯田。よかったよって言われた。よかったよ、めっちゃおもろい。高校ミネー。さあそれでは皆さん判定いきましょう。レイジャッジ。赤赤赤赤赤、勝者ミネー。いやー素晴らしかったです。あの多分ですけど、全国模試2位以降オーバーキルっすよ。オーバーキルやった。あそこ以降もう全部っすよ。頭ええやな。
もう何も勝てへんやん。偏差値74くらいは。やった。頭だけは勝てると思っとった。74あります、偏差値。おお、すごいね。74あんの。すごい、ね、ありました。今30くらいまでいってるんですけど。いや、そんなバカだ。はい、ちょっとこれね、練習しなきゃあの勝負にもならんから、インフルエンサーラップ部使って練習します。よ、はい、え、逆に前回から今回練習してないってことですか？あ、ちょっとだけしましたけど。あ、ではね、なんか上手くなってたから。 ありがとうございます。はい、バトルの動画めっちゃ見て研究したっす。 ありがとうございます、はい、いや、みんなあのラップ練習してあの舞台立ちましょう。頑張りましょう。ええよ、ありがとうございました。飯田くんに大きな拍手。そして飯田くん、なんと今月誕生日だったみたいなんで、誕生日おめでとう。おめでとう。ほんまに嬉しい。